はい、どうもゲーム仮面です。さあ今回こんな姿でお送りするんですけども、今光陵にオンラインが、破産魔王っていうアプリとコラボしていて、光陵にのね、登録をしておけば無料キューブとか無料アイスとかめちゃくちゃもらえるんですね。っていうか一番簡単にキューブを50個もらうのはログインを3回するっていうだけですね。楽勝です。破産魔王のチャプター1をクリアすればそれだけでなんとキューブ50がもらえるということでね、そのやり方をね説明していきたいと思います。基本的におすすめなのは斧とか剣とか攻撃力が高い武器ですね。弓矢はね難しい、非常に攻撃力高い方が強いです。さあ、このゲームやってるとこんな風にね、選択肢が出てきます。どのスキルをアップしますかっていうことなんですけど、これの選びがかなり重要で、HP アップっていうのがあったら、まあ俺は必ず HP アップしますけれども、強い、スキルもたくさんあります。でこれね、負けたら初めからやらないといけないんでね、絶対に負けるわけにはいかないんですね。だから敵のね動き方をよく見ておく必要があるんですよ。5回に1回は致命的な攻撃を与えられるっていうねやつを選びました。今はい、これボスですね。このスライムみたいなやつのねボスはね、どん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 ね数が増えていくんだね。はい、こうやったらもうあっという間に敵倒しました。ボス倒しました。これは攻撃力上げときましょうか。 HP を減らして攻撃力を上げました今。はい、無敵ジャンプアタック、これはね素晴らしいですよ。ジャンプして攻撃するときにもう完全に無敵状態になると。さあこのボスが一番厄介。めちゃくちゃ弓矢飛ばしてくるんですけど、もう避けられねえだろうっていうぐらいね弓矢打ってくるんですよ。だからこうやってジャンプアタックをして無敵状態で攻撃しつつ避けてく。ほらこの無敵状態にすればダメージはね極力少なくなる。あ、でもちょっと必ずねダメージは食らうと思います。ここら辺になってくると敵の数が非常に増えてくる。うまくジャンプアタックをしてね無敵状態を作りつつ倒していきましょう。はい、この炎、炎の炎とか雷の炎とか、これはねかなり強いです。ほら今ね毒の炎と炎の炎がある状態。あ、これでねこの炎を使えばこれに当たればね敵どんどんダメージ食らっていくからね強いです。さあこいつもね厄介ですね。あの紫の玉出してくるんですけど、それが厄介なのと、普通にね飛んでくるんですよ。赤い線を作って飛んでくるんで、その赤い線を避けながら戦っていきます。おっしゃ、これ避けながら攻撃していきます。まあ避けるだけでもねだいたいこの円に当たるから。さあ、このボスに関してはこいつの周りを回りましょう。はい、こうやってねマグマを投げてくるんですけど、そのマグマを投げたところがねしばらく移動できなくなるんですね。はい、バリアを張ってきましたね。でも基本的には相手の周りをくるくる回りながらこうやってジャンプ攻撃食らわしていけば勝てます。はい、もうね最後の方まで来るとレベルもマックスになるんだね、こうやってね。はい、いい感じにね敵も倒していきましたよ。49、次はねもうラスボス、あのこのチャプター1のラスボスですね。はい、お、こんな綺麗な人なの、チャプター1のボスこんな綺麗な人なの。魔王様おかしいです。え、いやこのゲームひどいぞ。会話中に攻撃してきて死んだんだけど。さあ始まりましたね。おら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 、もうこれね今ねジャンプ攻撃すれば無敵だからね、こうやってジャンプ攻撃しまくりましょう。そうすればね敵がどんなに攻撃してきてもね勝てます。はい、倒しました。楽勝でしたね。はい、これでね無料キューブがゲットできるんでね、皆さんもこんな感じでぜひやってみてください。以上ゲーム仮面でした。